い、どうもゆうすけです。皆さんついに今年もやってまいりました、ゴールデンウィーク、イエーイ。いやー、ついに来ましたよ、このね、大型連休ね、大型連休、ゴールデンウィークということでね、みんなでね、遊びまくって、外で、ウケウケ、ヤッハー、ウヒョーガー、うわー、遊びまくるぞ、ヤッハー、うわー、イエー、ゴールデンウィーク、最高だ、うわって、そんな感じではいかないのが今年のゴールデンウィークなんですよね。まあ今年はね、世がこんな状況となっておりまして、東京都などには、緊急事態宣言が出ておりまして、また一部のね、自治体にはね、まん延防止なんちゃらかんちゃらビャー法がね、適用されているという、そういう状況になっておりまして、まあ、基本的には、不要不急の外出自粛というのがね、呼びかけられているわけであります。かといってずっと家にこもりきりになるのも、それはそれで健康的にはよろしくないことなんじゃないのかなと僕は考えております。もともと去年の2020年の緊急事態宣言の時から、健康を維持するためのお散歩程度であれば、それは自粛対象に当たらないと、お偉いさんですね、偉い大人の人たちは言っているわけなんですよね。なのでこの動画では、もうコロナ禍でね、とんでもないことになっちゃっているゴールデンウィークでも安全にかつ健康に楽しめるポケモン GO スタイルということでね、紹介していきたいなと思います。まあ基本的にはね、やはりこんな感じでしっかりとマスクをして、でこのバッグの中にもね、一応消毒液とかね、アルコールの除菌シートとか入っていて、まあそう自分でできる対策はしっかりしつつ、密を避けた場所で、ポケモン GO をプレイするのがいいんじゃないのかなと思いますね。ここ小川町なんですけど、埼玉の小川町なんですけど、見てください、このね、一っ子一人いないこの田舎って感じでしょね。こういうところでね、ポケモン GO をすればね、安全にね、外でね、いろいろ遊べるわけですよ。そんな感じでね、今日はね、これからね、この安全なね、ところでね、ちゃんと3密を避けながら、ゆったり、ポケモン GO を楽しんでいきたいと思います。で、一応僕の住んでいる埼玉県小川町は緊急事態宣言の対象では今回、入っていなくてですね、それからまん防でしたっけ、まん延防止なんちゃらかんちゃら法の、範囲にも含まれていないので、なので普通に飲食店も一応埼玉県からのね、お達しで、夜9時前ですがやっているという状況でございますね。はい。ですけどね、やっぱ、緊急事態宣言とかそういう宣言とかはね、もう関係なく、やっぱコロナで ね大変なことになっていると思うので、基本的な対策やることに関しては、宣言が出ていても出ていなくても変わらないと思いますのでね、そんな感じでしっかり対策してやっていきたいと思います。もうね、密の身文字のないねお寺ですね。はい。こちらでね、今レイドバトルが出ておりますので、やっていきたいと思います。とりあえずですね、無料パスを消化しないと自分死んでしまう病なので、まずね、メガニウムがいましたので、このメガニウムさんで、無料パスを紹介していきたいなと思います。いや、無料パスのね消化はね本当大事なんでね。はい。で、あれですね、オールレシナムですね、このままでもいいんですけど、どうせならあれだな、なんか全部違うポケモン使ってみますか。はい。じゃあこんな感じでね、せっかくなんでね、こう6体全部違うポケモンを揃えてね、やっていきたいなと思いますね。いやー、メガニウムでかでかいですね。いや、でも炎でね、ちゃんとね抜群取れてるんでね、大丈夫でしょうね。はい。2匹目、ファイヤーでございます。こちらもですね、飛行タイプのね技がね、草に抜群を取れるということでね、いいですね。しかもね、この子もですね、耐えてくれます。ソーラービームを二重耐性なんで耐えてくれるという感じですね。はい。よし。無事飛ばしました。いや、結構硬かったっすね、メガニウムさんね。なかなかの強敵でしたよ。ね。これで、あれですね。でもこれ、昨日分の無料パスなんですよね。なので、もう一枚消化しに行かないといけない。もう一枚消化しないとね、死んでしまいますので。で、そうでね、これからちょっと小川町を、徘徊しつつ、なんかできそうな、レイドがあったら、紹介していく感じでやっていきたいと思います。で、こちらの通りがですね、小川町のメインストリートとなっております、国道254号線なんですけども、こんな感じでね、車は多いんですけど、人は
まあ大丈夫なんですけど、まあ一応念のため裏通りを行きましょうか。密を避けるという意味でね。まあこんな感じでね、裏通りに入っちゃえばね、全然人いないんでね、もう安心、密を避けてね、もう安心して恋活できますね。いやもうどんどんね、人のね、いない方にね、探検していきましょうかね。よし、まだ4体しか置かれていない。ポケモン置けるぞ。置くぞ、ポケモン。で、このね、周りのやつ結構ポケモン出るんですよ。こうやってね、人いないところの方が意外とね、ポケモン湧いたりするんでね。ですのでね、なるべく裏通りを散策してポケモンを探すっていうのもいいんじゃないでしょうか。いや、野生の豆パトが3匹いますね。いやー、いいね。いや、この子にね、モンスターボール投げつけてゲットしてやりたい気分ですね。はい、というわけでね、もう蜜を先に咲きまくってね、こう川沿いの、ね、遊歩道にやってきました。お、野生のコイキングナマズ、コイキングナマズ、お、でかでかいな、こいつでけえな。いやー、こいつにもね、あれですね、モンスターボールを投げつけてね、もうゲットしたい気分にやっぱポケモン GO トレーナーはなっちゃいますよね。おー、すげえすげえ。おやべ、俺が叫んでたらみんな一斉に逃げていった。で、川沿いの道を突き進んだらたどり着きましたね。こちらが小川町のスプラッシュマウンテンとなっております。まあよくね、お酒の場とかで罰ゲームとかってなるじゃないですかね。そう。そんでね、なんかミニゲームかなんかで、なんか王様ゲームかなんかで負けた人がね、こっからね、まあ突き落とされてね、上から突き落とされて、あ、スプラッシュマウンテンみたいなことをやってるのが、小川町民のね、まあ伝統芸みたいな感じとなっております。まあせっかくなんでね、こうしたね、まあ川のね、なんかアトラクションみたいなのもね、踊っていきましょうか。いや、これカメラ持ちながらですね、結構怖いんですけどね、はい。まあ運動不足をね、こう解消するにはいいんじゃないでしょうかね。こう一段をね、一段一段飛べながらね、やっていってね。そうで、まあね、まあ、川のね、こうね、ゆったりしたこう眺めを見ながらね、こう散歩する。そして散歩しながらね、ポケモン GO もしていくっていうのがね、やっぱね、健康的だと僕は思うんですよね。まあ、ちょうどあれですね、スプラッシュマウンテンの奥に行ったところの、ジムに空きがありますので、こちらのジムにも、ポケモンを置いていきたいと思います。で、まあ公園もね、こんな感じで全然密じゃないとね、いやー、もう安全に散歩できますよ。これは野生の猫います。野生のニャールマスね。なんかこっちじっと見つめてんだけど、何、え、俺怖くないよ。あれ怖くないっすよ。あ、行かないで行かないで。僕はあれですね、こう、まあ人間界では変態と呼ばれてますけどね、こう猫からも変態扱いされてしまいましたね。いやー、残念。はい、というわけでですね、今日分の無料パスをですね、消化しないといけないです。さっき消化したのはね、昨日分の無料パスでしたので、ですので今日分の無料パスですね、ちょうど、カバルドンさんがいますので、このカバルドンで消化していきたいと思います。よし、今日分の無料パスが火を吹くぜってやつですね。はい、まあオール海洋がまあこうなりますよね。いや、でもこれもあれなら、どうせならなんか全部違うポケモンでいきましょうか。まず海洋が、よし、これで多分いけると思います。これ余談なんですけど、今バトル勝利数がね、19,861なんですよね。これをね、できれば2万に持っていきたいね。さすがにバトル勝利数2万いったらね、もうこいつは強えぞみたいな感じで、やっぱみんなからね、頼りにされるトレーナーになれると思うんでね。おい、カバルドン、でかいっすね。いや、倒せるよな、さすがにな。まあ多分オール海洋までいったら、まあ普通に倒れるんでしょうけど、でもカバルドンってちょっと硬そうなイメージだな。ちょっと倒れるかどうかわかんないですけど、まあやっていきたいなと思います。よし、ラグラージュの出番だ。いや、でもあれだ、マットショットで抜群取れねえんだ。やばい、ちょっとラグラージュのチョイスはちょっとミスったかもしれない。よし、行け、キングだ。行け、キングだ。俺のキングラー、いけ。もうキングラーにね、これ倒せるかどうかがかかってますよ。おー、倒せそうだ。さすがキングラー、やるな。キングラーで切りつけたいですね。あ、無情にもストーンエッジ。じゃあとどめは、すいません、ロズレードさんお願いします。いや、いったろこれ。よし、無事倒せました。まあ無事無料パス2枚分消化できたことなので、そろそろ、戻りたいと思います。帰りはね、この南浦通りというところを通って、帰りもね、完璧に密を避けていきたいと思います。いや、このね、南浦通りなんですけどね、こんな感じでね、すごいね、なんか古い家とかねあってね、そういう雰囲気あって僕は好きですよ。で、こちらのお店がですね、僕がね、小川町で一番美味しいと思っております、太田ホルモンという焼き鳥屋でございます。いや、すごいなんか有名らしいですよ、この太田ホルモンという焼き鳥屋ですね。はい、
でね、まあ結構ね、割と小川町になんかコロナ落ち着いたら来たいみたいなねことを言ってくださっている方がたくさんいまして、ね、まあまあ、もしね、情勢的に、まあ、小川町に来れるようであればぜひ来ていただきましてね、そしたらね、太田府も行きましょう。はい、本当にこの焼き鳥ね、クソうまいんでね、ぜひ皆さん落ち着いたらで大丈夫ですので、小川町でね、一緒に焼き鳥を食べましょう。食べて応援、地酒で乾杯ってやつですね。はい、いや小川町もね、ちょっとねコロナですごい大変なことになってるんですけどもね、こんな感じでね頑張っております。はい、というわけで、しっかりと密を避けて安全に外でポケモン GO をすることができました。個人的に一番のねコロナ対策っていうのはやっぱ健康体を維持することだと思うんですよね。はい、やっぱね、健康じゃないとね、やっぱウイルスにやっぱ負けてしまいますからね、ウイルスに負けない健康な体を作っていくというのが、まあ、個人的には一番のコロナ対策なんじゃないのかなと思っています。その健康を維持するためのツールの一つとしてポケモン GO があればいいんじゃないのかなというのが僕の考えでございます。このようにしっかりとね、こう社会のルールですね、まあ、今ねちょっとマスクするっていうのをね、まあ、徹底してくださいみたいな感じなので、社会のルールを守って密を避けてね、安全にやっていけば外でも全然ポケモン GO、 コロナがねこんな状況でもできますので、皆さんもぜひ健康維持のためにお散歩ツールの一つとしてポケモン GO を楽しんでみてください。そして一刻も早くですね、この状況が収束してまたみんなでね超濃密なポケ活ができる日がね来ることを祈っております。まあ実際にね、安全に外出できるかどうかはその、まあ、各々の、環境によるところが大きいと思いますので、ですので皆さんくれぐれも無理のないようにポケモン GO をやっていきましょう。というわけで、今回の動画はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方、それから高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。まあこのご時世なんでね、しっかりとね家に入る前にこう消毒をしましょう。よし、これで OK ですね。はい、で家に入ったらしっかりと手洗いうがいをしましょう。手洗いうがい大事です。みんな絶対手洗いうがいしてくれよな。